明美と申します。仕事の方は洋服の企画デザインを行っております。日本の伝統文化が好きで、休日は着物を着て歌舞伎に出かけたり、和の習い事をしております。中華舞とは江戸時代から続いておりまして、もともと上方の奥様やお嬢様がたしなみとして学ばれ、また花街で舞妓さんとか芸妓さんがお座敷でお客様をもてなすために舞われたというものが最初になります。日本舞踊との違いは、日本舞踊はとても大きなお座敷で舞うって大きな舞台で舞うのですが、中華舞の方はお座敷という小さなスペースで舞いますので、繊細な表現とかが重要になっております。中華舞の美しい動きは見た目と違ってかなり賢くに来るんですね。なのでこれから健康のために長く美しく健康のために続けていきたいと思っております。また舞から女性のらしい所作を身につけ、着物姿が美しくなるように、またこれから年齢を重ねていく上で美しい立ち姿がキープできる女性になりたいと思っております。中華舞は体幹がをとても使うのですね。静かなゆっくりとした動き、脳に近いんですが、なのでとても体幹をしっかり持っていないと綺麗に踊ることができないんです。なので肩甲骨と、いつも先生から教わっているのは体幹と肩甲骨を意識するというのをいつも教わっておりまして、健康のためにはとてもいいと思いますね。なのでジムに行くのか踊りを習うのかって選択肢があるのでしたら、踊りをされることをお勧めします。幼い舞踊というものは幼い頃からやっていないと上手くならないという点だと思います。地唄舞は役柄ではなく心象風景を表現しますので、年齢を重ねた人にはそのキャリアが踊りに反映されるという点がございます。なので年齢を重ねた方には年齢を重ねただけの舞を舞えるというところが地唄舞のいいところではないですか。先ほど質問がありました、上半身だけで心情を表すということなんですが、中華舞には一つのポーズでお袖を使って心情を表すポーズがございます。例えば女性が好きなんだけどちょっと恥ずかしい、でも彼のこともう少し見ていたいわっておっしゃるときは、たもとで自分は隠れるんですが目線の方は残しながら隠れていく、でもやっぱりこの人は嫌だわ、とても拒否したいときは体から行って隠れる、でもとても行きたい、彼のことが好きなんだけどでもちょっと若い気持ちで恥ずかしいなっていうときは感じで隠れるっていう3通りの方法がございます。やっぱり地唄舞はこう1畳ぐらいのお座敷のところで舞う舞なので、お客様に対してその近い距離でどういった心情で踊っているのかっていうのを表す踊りなんですね。日本舞踊なんかは舞台も大きくって、振りも大きく、いろんな小道具なんかもあったりするんですけど、割と地唄舞は普通のお着物で踊るっていうことが多いですね。そういう舞台もあるんですが、もともとはお座敷で舞う、今はそうなかなかお座敷で舞う場面というのは芸妓さんとか舞妓さんになってしまうので、今ちゃんと地唄舞として習っていて発表会という形でチケットを売るって見に来ていただくっていうシステムもありますけど、もともとはお座敷で舞うというお客様たちをもてなすために踊るというのがルーツになります。
忙しい毎日ですので、スキンケアに時間をかけておられません。なのでこのマチコ化粧品のオールインワンエッセンスは、化粧水、美容液、クリーム、美白クリームと全てがこの1本で賄えます。なので私にもとても重宝しております。またベトつき感がないので、後残り感がなく、すぐこのままメイクができる点もとても気に入っております。そして香りがとても抑えられているんですね。なので私のように着物を着用するものとしましては、とても使いやすい一本になっております。